皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんはの方々もいらっしゃいますかね。今回もメタルギアソリッド5ザ・ファントムペインをプレイしていきたいと思います。今回もノーキースネーク君の突撃ミッションを始めたいと思います。今回はミッション3、スペツナズの英雄、スペツナズ死体長を排除せよをプレイしていきたいと思います。装備品はこのようなものです。一応スナイパーライフルも装備に入れてますけど、使うかどうかはちょっと分かりません。ではとりあえずプレイしていきたいと思います。ではプレイしていきたいと思います。スペツナズというのはメタルギアソリッドシリーズによく絡みのある特殊部隊ですね。ソ連ロシアの特殊部隊、オセロとも現在の席を置いていると思います。ダイヤモンドッグズにはオブザーバー的な感じで所属しているのだと思います。ではまず初期開始地点までヘリコプターで送っていただきます。数にいろいろご説明をいただきまして、顔写真も見せていただいていますが、スネークどうかお気をつけて、顔をよく覚えていないので、とりあえず出会った敵をぶん殴って去ると思います。まあ、こんな上院議員さんが後々の未来に登場いたしますね。その人は気に入らないやつを片っ端からぶん殴るというマニフェストを掲げています。あのムービーを見たときは本当に笑いましたね。なんだこれはですよ。目的地に着いた。ターゲットはその拠点にいる。奴はスペツナズの偵察部隊を連れている。油断する。はい、わかりました。油断しません。油断しませんが突っ切ります。これで終わりですかね、もしかして。だとしたらすごくいけないですね。これ動画として成立するんでしょうか。何のことはない、ただの徒競走だっていう感じですかね。ホットゾーンをこのまま突っ切ったらもうクリアだと思うんで。ホットゾーンを離脱、敵兵なし、ミッションクリアだ。すごくあっけなく終了しました。これ動画として成立しますかね。いいぞ。ダンク S もらいました。時間としては2分27秒です。なんでしょう、すごく短いですね。もしかしたらこれ説明の方が長いんじゃないですかね。まあいいでしょう、終了です。ではご視聴していただきありがとうございました。次回も、前回アップしていた動画でまあおまけ動画として入れたものがあったんですけど、それがだいぶ中途半端だったので再録させていただきます。それがいいのかどうかちょっとよくわかんないんですけど、ちょっと再録させてあげます。
目に遭った方もいらっしゃるとは思うんですけど、Dホースなどで高所から飛び降りた場合ですね。どうかお気をつけて。私ちょっとそれが初めてだったので思わず笑ってしまったんですけど、まあとりあえずまっすぐ行きますね。まあ特に説明することないんですけどね。Dホースは死なないんですよね。応答しろ。死ぬわけないんですけど。スネーク。Dホースもただじゃ済まんだろうっていう話なんですけどね。あのスネーク、間違いなく、まあ、身長が多分180センチ超えてますし、あの体格ですか。まあ80以上はあるに、まああるでしょうし、それで武器装備もつけてるんで。まあ、軽く100キロは超えてるんですけど、その方がガーンときて大丈夫なのかなって思います。まあこれがやりたかっただけです。 Dホース君には申し訳ないですけど、じゃあ次にノーキル、ノーアラート、ノーリフレックスのプレイの方もおまけでつけさせてもらいましたので、まあ見てもらえると助かります。ではどうぞ。ではおまけ動画を撮っていきたいと思います。さすがにあれでは短すぎたので追加で撮ります。ターゲットはスペスナズの支隊長。依頼はこの男の排除だ。殺すには惜しい人材だが、方法はあんたに任せる。ボス、ナシャゴカレーへ向かい、ターゲットを排除するんだ。今回はノーキル、ノーアラート、ノーリフレックスを目指していきます。といっても、ルートはノーキンルートです。やり方だと、別にノーキル、ノーアラートでもいけるんじゃない？ノーリフレックスでもいけるんじゃないかっていうふうに思い至りまして。まあ、見てればお分かりだとは思うんですけど、じゃあそうしてみようかなと思って改めてプレイしたいと思います。そのためちょっと装備品が多少変わってますが、そこは気にしないでください。そんな大した違いはないので、まあグレードも高いものにはなってるんですけどね。ここに関してはそんなに変わりはないと思うから、グレードが高かろうと低かろうと。目的地に着いた。ターゲットはその拠点にいる。奴はスペスナズの偵察部隊を連れている。油断するな。ルート変わりましたけど、見つかりかけてしまったので
あっさりクリアできるもんなんですね、あれって初めてやったとき本当に10分ぐらいかかったような気がします。10分、20分ぐらいかかったような気がするんですけど、称号イーグル、なかなか良さそうな称号ですね。これでも2分50秒なんで結局大しかあんないですね。結局説明の方が長いんじゃないかっていう感じですね。ではもう一つおまけと合わせておまけ2種類入れさせていただきました。では皆さんご視聴いただきありがとうございました。次回も見てくださるとありがたいです。ではありがとうございました。お疲れ様です。